にちは、ふみです。本日はですね、バンジュチャレンジをやるかと思いきや、バンジュチャレンジをするためにメダルの交換をやっていこう、メダルでね、キャラを交換していこうと思います。先月かな、今月じゃないと思うので、先月、大感謝祭、今月かな、わかんないけど配られた、大感謝祭メダルじゃなくて、フェス券交換メダル、あ、合ってたわ、感謝祭メダル2022を使ってですね、一体この中から交換しようかなと思っております。あのチャレンジを初見で動画を出したと思うんですけど、あの時はアルジェキティでやってたんですが、まあ、ちょっと火力が足りないかなっていうところで、まあ、多分行ってる人いるとは思うんですけど、ちょっと私には難しかったので、今ね、カイドウをリーダーにしたクリア編成をめっちゃ考えてるんですけど、やっぱそこで必要になってくるかなというキャラですね。まあ、ここまで言えばわかるかと思うんですが、もう結論から言ってしまうと、サギリ、はい、サギリになります。こちらは3ターン、まあ、進化スキルなんですけど、進化後の最終段階のスキルが、まあ、カイドウと一緒で3ターンで6色陣と、コンボ加算泥鏡が入ってくるんですね。まあ、カイドウは、まあ、80億出せるっていうところがメリット、まあ、あとリーダーとしては、全パラ5倍かな、リアリティ制限はあるものの全パラ5倍っていうところですけど、まあカイドウとも相性がいいっていうね、3ターンなんで、で、まあ、レアリティ制限の中にサギリを入れるとなると、まあ、星7なんで、まあ、若干重さはあるんですけど、なんとか頑張ればいけそうなので、ちょっとね、サギリを交換してバンジュチャレンジを頑張っていきたいなというところで、はい、交換したいと思います。まあ悔いはないでしょう。あとエルフリーデとかに関してはもうちょっとね、後で話したいと思いますので、先にサギリを交換します。はい、おー、やっぱ加速時代ですね。まあ、ルジキティとも相性いいですね。それで言うとね、絵もイラストも結構私は好きですね。はい、カイドウパ、こんな感じで考えてたんですけど、まあ、ちょっと難しいなと思ったのが、弱化ドロップ、弱化ドロップがね、結構うざったいのよ。で、あと道中のカンウかな、カンウとかだと10コンボ以下吸収ね、うん、そうだね、9コンボ8コンボ以下吸収があったりするので、まあ、そこもね、コンボ加算があれば超えられていけるのかなっていうところもあるし、まあカンストはしないにせよ、ガドブレも持ってて4色しっかりあるので、まあカイドウの次に火力枠になってくれるんじゃないかなというところで、ちょっと採用した編成を考えてみようっていうところで、交換しました。あとリーダースキルもね、ちゃんと強くって、5色回復プラス4色以上でダメージを激減、3コンボ加算、ドロップ5個 L 字消しで攻撃力が32倍、固定500万ダメージ、まあアルジキティと比べたら劣るよねっていう結論になってますけど、まあ、固定の大きさがまず全然違うのと、まあ、サギリで組めばね、1000万固定なので、まあ、今回で言えば芝居だったかなの超根性多分抜けるし、まあ激減あるし32倍あるし、まあ、L 字消ししなきゃいけないけどっていうところね、サギリでクリアしていた人もいたはず。はい、という感じで、これで考えていきたいと思います。で、なんでミリーとエルフリーデを交換しなかったのかっていうところなんですけど、まあ、それで言うと、まあ、ミリーはね、正直、まあ、皆さんわかると思いますけど、なかなか今の環境じゃ難しいね。ひいき回復に変化で無効貫通でスキルが進化、まあ、2ターンでね、うん、しっかり色作れたり自分も火力出せたりはしますけど、
まあどこで使うんだいっていう話ですね。で、まあ武器も、そうだね、そこまで今欲しいって感じじゃないので、まあミリーはなしと。で、エルフリーデなんですけど、あのクレハか、新フェス源のクレハっていうキャラが出たので、かなり強いです。はい。エルフリーデ、クレハの組み合わせで、それこそね、バンジュチャレンジだったり、まあ、他のね、難しいダンジョンもクリアしている方もいるぐらい、まあ、リーダーとしてもしっかりとした性能をしているので、ちょっとここ迷ってたんですよ、実は。交換するかどうかなんだけど、まあやっぱエルフリーで使いたいとなるとクレハが必要になってくるのと、まあ複数体欲しいよね、なんなら複数体欲しいなってなってくるので、まあちょっとこのアカウントではそれを実現させるのはなかなか難しいのかなっていうところで、まあエルフリーでは捨てて、とりあえずサギリを交換させていただきました。はい、そんな感じですかね。まあだから私はその自分のボックスの中で考えてるので、あの皆さんはエルフリーででもいいかもしれないので、そこはちょっとあの考えて交換してくださいね、交換してない方は。という感じで、ここにこうやってね、カイドウパンにサギリ入れるでしょ。そしたら、まあ、カイドウと合わせてリアリティが15だから残り11かなでしょ。で、まあブリとか入れてスキブも持って、ブリ2体とかでも全然いけると思うんだよね。で、あとは色が必要だから、まあチョッパーとかになるのかな。チョッパー強いよな、このバンジュチャレンジにおいて。かなり使われてる率高いんじゃない。チョッパーいっぱいいてよかった。で、まあこんな感じで、でアシストはもちろん変えますけど、まあ問題はエンハンスかな。まあどっかに組み込みたい。このブリンとこの後ろぐらいに組み込める気がするんだよね。こんな感じで、もしくはあのさっきちょっと見たらサギリリザーで行ってる方もいたので、まあそっちもちょっと行けなそうだったらちょっと検討してみようかな。小覚醒何があるんだっけ、ちょっと見ていいですか。あ、4色かスキブか青邪魔ね、まあ、スキブの数によるね。まあそんな感じで、バンジュチャレンジのためにサギリを交換した動画でした。何かの参考になれば幸いです。頑張って、もう2日目終わっちゃいましたけど、頑張ってクリア動画をね出そうと思うので、もうしばしお待ちください。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではさようなら。しげしげチャンネル。